ブラバースサウンドトリップ、渡辺貞夫マイディアライフ。夜、静けさの中で音楽は例えようもなく優しかった。その激しいリズムにも、そのむき出しのやり取りにも、爽やかな優しい眼差しがあふれていた。音楽よ、そして友よ、いつでも我が部屋をノックしたまえ。君のためにこの部屋を透き通る爽やかな香りで満たしておくから。資生堂ブラバス。今夜の演奏、渡辺貞夫に増田幹夫、ルイス・ディ・アンドレード、ギター杉本清、ベース川上治、パーカッション川瀬正人、そしてニューヨークから帰ってきたトランペッター大野俊三。この番組は東京銀座資生堂の提供でお送りします。こんばんは、小林克也です。今ニューヨークにいる人、ピアノの菊池正文、ギターの増尾義明、トランペットの日野照正、ベースの鈴木義雄、そしてこの人、トランペットの大野俊三です。現役のニューヨーク勢では一番若い人の一人でしょうね。その大野俊三が新しいアルバムのプロモーションも兼ねて一時帰国しました。大野さんがニューヨークに住み着く前、一度番組にゲストに来てもらったことがあるんです。しかしそれからもう随分年月が経ってしまいました。今の大野さんの心境どんなもんでしょうか。演奏から大野さんの心境を聞いていくことにしましょう。曲はいずれも大野俊三の最新の作品です。まずこの曲から、 The Dawn。Thank you.
We'll be right back.
ニューヨークから一時帰国したトランペッター大野俊三を迎えた今夜のプログラム、曲は大野俊三のオリジナルレインボーラバーズでした。さて次の曲、これも大野俊三のオリジナル、今大野さんが住んでいるあたりの雰囲気をテーマにした曲なんでしょうか。ローイーストサイド。
Yeah.
渡辺貞夫 My Dear Life。 今夜はニューヨークから一時帰国したトランペッター大野俊三をゲストに、大野さんの最新ナンバーを特集して聞いてまいりました。曲は The Dawn、 Rainbow Lovers、 Low East Side、 Fatback でした。来週のこの時間は恒例の My Dear Favorites、 バラエティに富んだ選曲でお送りします。お楽しみに。今夜の演奏、渡辺貞夫に増田幹夫、ルイス・ディ・アンドレード、杉本清、川上治、川瀬正人、特別ゲスト大野俊三、構成青木誠、ナレーター小林克也。この番組は東京銀座資生堂の提供でお送りしました。